いつも動画見ていただいてありがとうございます。57歳よっちゃんのゆるいガレージライフの時間です。それでね、今日はね、もうこのスバル360エンジンルーム塗装しますと思ってます。下地ができたらね塗装するんですけど、下地がもしできなかったらしないんですけど、いや今日はやります。今日はねどうしてもね塗装まで やりたいのでね、やっちゃおうかなと。とりあえずねサイド、左一貫のサイドはねもう確実に やりたいなと思ってます。それでそこは同色に塗って、あとフレームを黒にするか同色にするかとかね、ちょっと、まあ、やりながら考えながらねやっていきたいと思います。今日もスバル360ですけど、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。おーす。はい、それでねこの上あたりも塗りたいのでね、ちょっとここらのパーツを外します。マスキングにね1時間以上かかりました。今からちょっと下地を解いてで塗装やっていきたいと思います。どれだけ弾くかちょっとサフ塗ってみます。
はいどうも、塗装完成しました。それでね、まあ素人塗装、まあこんなもんかなと。どうですかこの感じ。まあ綺麗にね下地作らんとね、もうそのままブジューといったのでね、やっぱり前の塗装が垂れてたとか、それがやっぱりね表面上出てきてる部分はあるんですけどね、けどねもうパッと見はね、まあパッと見、60点70点でいってるんでね、もう今日は本当に良かったかなと思ってます。まあこんな感じでね、あとは小物を磨いてねやっていったら、まあエンジンルームはまあそれなりに、まあ自分の納得ラインまで行くかなっていうような感じでございます。まあこんな動画ですけどね、もしよかったらいいねご評価してやってください。それとね、また毎日1本アップしますのでね、よろしければチャンネル登録していただいて、明日の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。今日はね、スバル360塗装しました。それでね、まだ奥の奥はね黒色で塗ったりね、これも小物とかこちょ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 色塗ったりやっていきますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。おー。